to do when your name's on. Sounds like it's meant to be. Wake up, you freeze me when things fall apart. Get up, what matters at the end is how you left them all. Read up, fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of stars.章鱼烧、yes. お前先に神社行っててくれよ。たこ焼き買ってくるからさ。町の喧騒から離れて心静かにたこ焼きを味わいたいわけよ。怕凉了。ま、すぐ行くからさ。買ってきたぜ、たこ焼き。こっち、お前の分な。要什么起？おう、感謝して味わいたまえ。なんてな。実はそれ、この間の謝罪みたいなもんだ。ちょっと前に俺、証拠りもなく突っかかったろ。不是、たこ焼き1パック分のあれだけど、まあ、何もないよりいいだろ。ありがとうよ。なんか言葉だけじゃ謝り足りない気がしてたんだ。あの時のあれさ、完璧にただの八つ当たりだったしな。本当にキレたい相手は他にいたのによ。覚えてるか？前にした見舞い相手の話。怒らせちまって理由もわかんねえって。あれ、今はちょっとわかるんだ。前にさ、あと2年経ったらどうしてるってそう聞かれたんだ、千鳥に。俺無神経だからさあなとか言っちまってさ、あの子がどんな気持ちで言ってたのかも長いこと分かってなかった。そりゃ怒りもするよ。こんな怖いもん抱えてんのに目の前で知らん顔されちゃうさ。あの日、領事の言ったことをみんなが冷静に話してんのを見て、なんかかぶっちまってよ。気づいたらカッとなってお前にまで当たり散らしちまった。悪かった、本当に。ああ、ほら食えって。たこ焼き冷めちまうだろ。食った食った。真的吗？冷めてもいけるな。凉了能好吃。なあ、そういやお前、31日の件もうどうするか決めたんか？不会杀的，也不会。あれさ、温顺的走进那个凉。自分もみんなもお前にあれこれを言うかもしんないけど、お前好きに選んじまえよ。もう十分しんどいのを背負ったろ。俺さ、お前が羨ましかったよ。みんなに頼られる特別なお前がさ。でもだから知ってんだ、お前がいつもしんどい決断してんの。周りのやつらのことを気遣って俺みたいなやつの面倒まで見てさ。俺
羨ましかったけど真似できねえなってずっと見てたんだ。だからさ、そろそろお前の好きに選んじまっていいんじゃねえか。何もかんも忘れちまうのも意外とありかもしれないしよ。それは良くないんだ。忘れちまっていいわけがねえ。でもそれは俺の気持ちだ。お前はお前の気持ちに従えよ。誰にも責めさせたりしないからさ。よし、真面目なお話終わり。慣れない話したら妙に喉乾くな。てか普通にたこ焼きのせいか。どっかでお茶でも買って帰ろうぜ。それでいいか、我らがリーダーさん。街上全是影人，这里有只猫哎。全都是，到处都是。俺のメニューについて来られるとは、やはりさすがだ。チッチッ。お前はどう思う？なんだ。いや、今日お前に付き合ってもらったのは。ようやく見つけたぜ、真田昭彦。The fuck?今まで世話になったが、今日こそ終わらせてやるよ。ここなら悲鳴あげても恥ずかしくないぜ。誰も来やしねえからな。本当にしつこい奴らだ。いつかの意気地なしのやさ男君も、今度は逃がさねえからな。逃げても無駄だぜ。お前ら、この辺の寮に住んでんだろ。女と子供もいたっけな。うぅ、心配だね。下がれ、俺が活路を開く。お前は逃げろ。いかん、たま。俺の仲間に手を出そうというなら、相手になろう。来い。てめえみたいに格闘技やってるやつが、素人に手出したらどうなると。部活は活動停止、お前はよくて退学、
下手すりゃ逮捕で人生終了だ。それでもいいのか。確かに世話になった監督や部の後輩に迷惑をかけるのは忍びない。だがたとえそうなるとしても引くわけにはいかない。一生かけて償うことになろうと、全ての責任は俺が負う。なぜなら俺の拳は守るためにあるからだ。わけわかんねえこと。お前正当防衛。わかった、背中は任せたぞ。怪我はさせない。いやお前ならできる。調子に乗んな俺。片付いたようだな。さすがにこの数だと骨が折れる。怪我はないか。二度と俺の前に顔を見せるな。もしこの先、はいはい、俺の仲間を巻き込むような真似をすれば、この騒ぎでは通報されてもおかしくないし、ここでは体が冷える。俺の部屋にでも行くとしよう。さて、茶でも出したいところだが、まずこいつを解かなきゃなら。ただの飾りじゃない。バンテージは拳や手首を守るものだ。運動分散。守るばかりでなく、巻き方一つでパンチの威力にも影響する。俺の拳を生かすも殺すもこいつ次第。大事な相棒といったところか。まあとにかく適当にくつろいでいてくれ。今日付き合ってもらったのは俺のやってきたことを知ってほしかったからだ。俺はあんな風に鍛錬を重ね、実戦の経験も積んできた。ある程度の自信もつき、結果も出してきたつもりだ。それでもあの宣告に恐怖している自分がいた。これまで積み重ねてきたものは無意味だったと怒りすら覚えた。前しか見ないと決めたのに、また弱い俺がいたんだ。俺は本当に強くなれたと思うか。そうあってほしいが、迷ったのは事実だからな。どんな人間も強くなったはずの自分が揺らぎ、弱さが顔を出すことがある。何かをつかみかけた矢先、また全て失うことへの恐れや怒りは抑えがたいものだ。俺にはその気持ちが痛いほどわかる。重い決断を任せた挙句、お前に辛い思いをさせてしまったが、順平を、あいつらを責めないでやってくれ。そうか、やはり強いな、お前は。とにかくあの場にいた者として、それだけ言っておきたかった。お前の決断がどうあれ、俺のやるべきことは変わらない。俺は多くの者と競い合い、ここまでやってきた。俺が鍛錬を無意味などと言ったら、そいつらの努力まで否定することになる。そんなことは絶対に許されない。そうだろう。すまない、取り留めのない話になったな。呼びつけた上に乱闘騒ぎにまで巻き込んだ。せめて今日の礼をしたいが。俺が特別に配合したプロテインが確かこの辺りに。それか、年賀状でも書くついでに両親のもとへ返そうと思ってな。この先どうなるかわからない。1月13号是什么日子？为什么这上面标着7月13号？お前は不思議なやつだ。
さっきの騒ぎでも思ったが、お前には安心して背中を預け、どんな窮地も乗り越えられると確信できる。俺はずっと誰かを守る力が欲しいと焦るばかりだった。自分を追い込み、誰かと競い合うことがその唯一の方法だと思っていた。そうやってがむしゃらにやって力がついたのも事実だ。だが今はここまで一緒に戦い抜いてきた奴らがいる。守りたいと思うと同時に、共に戦ってほしい奴らがいる。俺はお前たちがいるからこそもっと強くなれる気がする。俺はこれを手にできること、強くて優しいかどうかはわからない。それでもこれは俺の原点であり、そばに置いておくべきものなんだろう。またお前に教えられたな。これはどこかに。あ、そうしよう。受け取ったぞ、ミキ。重い栄誉だ。チャンプとして防衛するつもりで戦うさ。俺は言葉で誰かを励ましたり、何かを伝えたりするのは得意じゃない。だが、戦う背中を見せることができる。たとえ無様に這いつくばっても、何度でも立ち上がればいい。それが俺の先輩としての務めだ。見ていてくれ。そして、俺が必ず守ってやる。と言っても、お前には借りができてばかりだな。これからできる限り挽回させてもらう。まだきちんと礼もできてないしな。そうだ、せめて今日の礼をさせてもらうんだったな。しまったな。プロテインは切らしていたが、他には。おう、このダンベルを持っていけ。待ってろ、今準備してやる。これは筋力に合わせて重さを変えられるタイプでな。お前の腕力ならまずは8キロ、いや10キロでいいだろう。マシンもいいが、やはりフリーウェイトで負荷をかけることも重要で。私だ。あ、はい。なんか珍しくないですか、先輩が来るなんて。どうかしました？いや、特にないんだが。邪魔だったか？ははん、先輩もしかして寂しいとか？おいおい、からかってるのか？いいえ、ちょっと行ってみただけです。ならいい。どんなやつなんでしょうね、ニュクスって。やっぱタルタロスにいるんですかね。さあな。ちなみに私は決めましたよ、行けるとこまで行ってみます。迷ってたってしょうがないし、これが聞きたかったんでしょ先輩。まあ言ったな。先輩って結構分かりやすい性格だから。私は別に迷ってるわけじゃない。キリジョンも落ち着きを取り戻しつつある。卒業後はグループをいずれ率いるための準備を始める予定だ。もともと私に引き返す選択肢はない。死んじゃってもですか？もしニュークスを倒せるなら、この命と引き換えてもグループは残る。意志はまた継がれていくだろう。倒せない存在ってことらしいですけどね。でも本当のところどうなのかな。それ死ななそうって言ったら、私たちのとこのあいつだってそうじゃないですか。確かにな、体にデスが宿っていた影響とはいえ、ペルソナ能力も別格だ。彼って不思議なやつですよね。そうだな。でももしもなんとかなんなくても、みんなと一緒なら
私はいいかな。極論言うと、結果が生きるか死ぬかは実は重要じゃないのかも。要は満足してそこへ行けるかってことなんじゃないかな。ニュクスに立ち向かうって選択なら、私きっと満足できると思うんです。亡くしたお父さんのためにもか。うん、確かにそれもきっかけだけど、そう決めた私自身のためって感じかな。そうか。先輩、前に私に一緒に来いって言いましたよね。忘れてないでしょうね。忘れるわけない。一緒に行こう、ゆかり。ありがとう。顺平又在吃他的面。そういえば、わかった、引き取ろう。どうする？それ役に立ちそうなのを仕入れておいた。じっくり見て選ぶといい。間違いないか？わかった、持っていけ。またわかった。わかった、持っていけ。わかった。何を探してる。わかった、持っていけ。また、わかった。わかった。わかった、持っていけ。わかった、持っていけ。どう、何を探してる。わかった、持っていけ。わかった。わかった。どれだ。いくつやめるんだな。わかった。わかった。
わかった。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 引き取ろう。わかった。わかった。それを手放すのか。そうか。わかった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 。いくつ売るんだ。わかった。いくつ売るんだ。いくつ売るんだ。わかった。引き取いくつだ。わかった。いくつだ。わかった。わかった。わかった。引き受けた。わかった。引き受けた。いくつだ。わかった。引き取ろう。いくつ。わかった。引き取ろう。わかった。いくつだ。わかった。いくつだ。わかった。いくつだ。わかった。いくつ。わかった。いくつ。引き受け。いくつ売る。引き受け。いくつだ。引き。いくつ。わかった。いくつ。わかった。わかった。わかった。いくつ。いくつ。わかった。引き取ろう。ん？もういいのか。じゃあな。あ、购物了一番。よく来たね。そう、いい時に来たね。今なら新しいものが作れるよ。さて、どうしようか。超反击。都比我买的好，买了个寂寞。私が作るものはシャドウ相手なら役立つだろうよ。まあ、試してみな。あ、選ぶほらよ。待たせたね。こっちほら、持っていきな。何がお望みだ？電击伤害大幅减轻。ほらよ、待たせたね。这个只能女生。何がお望みだ？さて、何がお望みだ？きっとあんた、見ていきな。きっとあんたの役に立つよ。何がお望みだ？要はそれだけか。またのお越しを。ご機嫌。依頼を受けていただけますか。それ。数えてもノルマ満たずだ。あと一人、早く新規の子を見つけなきゃ。ちくしょう、みんなしてバカにしてよ。弟なんかに負けてたまるか。僕だってなんだこれは。干嘛？枪吗？这冲进了厕所。What the hell？ できちゃったみたい。我有点受不了，他怎么这么怪？もう突っ込んで。有了什么玩意？有了。这话说的。OK。
かしいな。さっきまで全然さ、急にさ、気持ち悪くなっちゃって。これだけたくさんの栄養を摂取してんのよ。我体上还体脂。僕ってば健康有料時。体重と体脂肪以外は。なあ、心配してくれなくても大丈夫だよ。これはね、生まれ変わりの前兆なんだって。僕には聖域に行ける素質があるんだって。この世の終わりの果てにある聖域にさ。チミも来てくれたなら、聖域に嬉しいんだけどな、僕。鞋匠嘛，圣女。君にも聖域の話をしてあげるよ。でも今は目の前のラーメンのことだけを考えて。マスターライスと海苔ちょうだい。起死回生のラーメン雑炊でこの場をしなぎゃ。私は、ダーン。现在实在没事干了，好像。玩游戏干服之果，这还前十，我都卡成这样了，居然还有前十。震惊。よし、始めるぞ。なんだ？世界末日。
世界走向終結。先日報告した、あえてこう称するが、男子トイレのタバコの吸い殻の犯人、発見次第即刻退学処分にするというのが先生方の意向のようだ。え、学校の評判にも影響があるし、この件に関してはまた報告する。以上だ。发现了退学是不是太严了？有什么处分之类的不够吗？留校查看也行，没必要直接这样。僕もそう思ってるんだ。犯人の割り出しは当人を詰問して犯行の再発を防ぐことに意義があると思う。更生のきっかけになってくれればと淡い期待もしている。秩序を乱す輩への処罰に同情の余地はないが、不出来な生徒を切り捨てることがより良い学園生活に帰結するのか。弱音を吐くなど僕らしくもない。迷いが生じるのは僕に力がないからだ。今回の件で教師からの期待に応えて信頼を勝ち取れば僕の発言権も強まる。見ていてくれ、僕はのし上がってやる。僕は残って作業をする。割り出した被疑者候補をリストにする。もう帰りたまえ。気をつけてな。事儿干。それなら過去の偉人の話を読むと勇気づけられる気がしないか。大国をまとめ上げた人物でさえ身近な人間関係に頭を抱えている。まあ誰しも通る道だと思えば受け入れる覚悟もできる。偉人を引き合いに出すのはさすがにおこがましいか。つい話し込んでしまったな。お互い続きを読もうか。もういい時間だ。今日はこの辺にしておこう。静かにページをめくる音が心地よかったよ。また今度感想を聞かせてくれ。それじゃあおやすみ。
おはまた今回それさてさて金石器熔炉前から気になっていた作品だったんだ。なかなか面白かったな。典型的なロードムービーだが、感情の描き方が巧みだった。全てを投げ打って旅に出る姿、今の私にはどうにも心に響いたよ。ラストシーンで日常に帰ると決めた主人公は、あの後幸せになれたんだろうか。なあ、自分のことなど誰も知らない。どこか遠く離れた場所、そんな場所に行けたらと思ったことはないか。そうか、強いな君は。別に投げ出すような生き方に憧れているわけじゃない。ただ人は時に自分の大切にしているものに縛られる。グループの未来、宗家の娘としての責任、この霧城という名の束縛さえなければと考えることだって。いや、分かってる。こんな考えが許されないことは全く情けない。いつまでも繰り事を重ねて、君が相手だとついこぼしてしまういい加減うんざりだろ。君は優しいな。どこまでも甘えてしまいそうだ。困るのは君だぞ。甘えついでに一つ仮の話をしたいんだが、もし仮に私に今好きな相手がいるとしてだ、結ばれないと知りながらそれでも思うのを止められないとしたら、それは悪いことだろうか。仮の話だぞ。君は不被允许的。そうか。ああ、ようやくいた。おい、ミツル。いや、探したよ。君ともあろう人がこんなところをうろついているとはね。じゃあ、行こうか。待ってください。今日はあなたと約束など何も。いいから。今夜珍しく時間が空いたんだ。僕は忙しい身で、君は学生、予定は君が合わせてくれないと。そんな勝手を言われても困ります。わざわざ探しに来てやったんだぞ。それに
僕と過ごすより大事な用なんてないはずだよな。そんな怖い顔するなよ。君は僕の許嫁だぞ。まったく、理解していると思ってたんだがな。君には僕の将来の妻として従順でいてもらわないと。しかし先代にしても君にしても扱うのが難しいったらない。ま、先代はもういないから正直ホッとしてるところなんだけどね。君だって内心そうなんだろ。ふざけているのですか。ありがとう。なんだお前は。我が家の口出しする問題じゃない。どいてろ。なあミツル、わかるだろ。企業経営は子供の机じゃない。いくら聡明だろうが君はまだ高校生だ。どうしたって僕の力が必要になる。それに今の霧城グループには僕が必要なんだ。違うかい。はい。いい子だミツル。やっぱり君は頭がいい。じゃあ行こうか。素敵な場所を予約してあるんだ。嫌な思いをさせてしまったな。今日はありがとう。楽しかった。すまない、本当に。じゃあ失礼するよ。もういい。君のその思いだけで私は。おいでミツル。何して。ところでそこの学生、お前もしかしてミツルにちょっかいを出してるのか。身分の違いをわきまえろよ。君みたいな庶民が我々に近づこうとすること自体間違ってるんだ。言ってる意味わかるか。僕たちにとって君は迷惑なんだよ。ったく信じられないね。君と我々では背負ってるものが違うんだ。这话说出来就搞笑。黙れ。黙れと言っている。彼への侮辱は許さない。なんだよ。何を急に怒ってるんだ。私は彼を尊敬している。彼への侮辱は私への侮辱だ。ミツル。何を言ってる。君は僕よりこんなやつをかばうのか。背負ってるものが違うと言ったな。ああそうさ。お前と彼とでは比較にもならない。彼は自分の足で立ち自分の力で運命と戦っている。私はこれまで彼のそんな生き方に幾度となく救われ支えられてきたんだ。私は彼と一緒にいたいんだ今も、そしてこれからもだ。こいつと一緒にいたい。これからもとか何を言い出してるわけ。君は僕の婚約者だろ。僕がこんなガキに踊るっていうのか。ミツル、訂正しろ。今なら聞かなかったことにしてやる。グループの将来を考えてみろ。何度でも言えるさ。私は彼と一緒にいたい。今私を支えてくれているのはお前なんかじゃない。グループは必ず立ち直るさ。お前のような人間に救いを請う必要はない。今日限りでお前と私は赤の他人だ。見苦しい真似をするなら今度はグループを挙げて相手をしてやる。セロ俗物、二度と顔を見せるな。ジー私
帰り。すみません、わざわざ来てもらって。それは僕と勝負してください。今ここで。あれがスタオジョン。今度の相手は先輩の中にいたって言ってましたよね。だったら先輩と手合わせすれば僕がどれくらいやれるかわかるかもと思って。母さんの仇を取るために隠れてずっと特訓してました。一人で槍を振ってる時だけは辛いことを忘れられたから。でも今は違います。僕は生きるためにこの力を使いたい。あとは僕がやるって言っちゃったし、僕が勝手にした約束ですけど、とにかく先輩に今の僕を見てほしいんです。もちろん怪我したら元も子もないので僕はこれを使いますね。先輩はこれを。いいな、女子だ。ありがとうございます。じゃあ本気でお願いします。じゃないと意味がないですから。いやあここって星がよく見えるな。搞得跟霸凌一样。すごいや。搞得跟霸凌一样。乾杯です。自分の実力がよくわかりました。大丈夫です。おもちゃの武器で良かったですけど、これから先輩がどんな答えを出すかは分かりません。でももしまだ時間があるならできるだけ鍛えてみたいと思います。だからまた挑戦させてもらえますか。ありがとうございます。次こそもっと近づいてみせます。僕はここが好きです。この寮に来てからたくさん思い出ができました。楽しいことも辛いことも、生きるってそれを全部持って前に進むことのような気がする。僕には帰る場所がないなんて思ってたけど、それは誰かに用意してもらうものじゃない。僕が前に進むための場所が僕の帰る場所になるんですね。ここへ帰って来られるように戦うことは新垣さんの言葉に応えることだって信じてます。寮の人たちみんないろんな理由でここにいるんですよね。だったら僕も頑張らなきゃ。先輩や皆さんが僕にそう気づかせてくれたから。夜の屋上は好きなんですけど、12月はやっぱり冷えますね。中でもう少しお話いいですか。今日の反省点とか忘れないうちにまとめたいし。あ、そうだ、ついでにハンバーグに合ってってください。冬になったせいか毛がふわふわになって可愛くて。那开始给你上这些东西。母親の墓参りかと思ってたがな。園田さん、いいのかここで。はい、お墓の前にしようかとも思いましたけどね。でも
今母さんに何を報告するのかって考えたら違うなって思って、僕はまだやることが残ってますから。あ、俺も同じだ。今シンジに告げに行くことは何もない。俺にはまだやることが残ってるからな。決して勝てない敵か。どんな相手なんでしょうね。さあな。だが関係ない。俺はもう目を背けないと決めたんだ。どんな相手だろうと変わらない。まずはこの目で見てやるさ。まずは見てやれか。そうですね。一緒に行きますよ、僕も。ああ、結構完蛋。根本无需犹豫。これから話すことは、内緒にしといてね。地耳だから教えてあげるんだ。もうすぐね、この世界は滅びるんだって。人類の歴史も終わるんだって。でも大丈夫。僕らで作るんだ。選ばれた者だけの世界。聖域をさ。どうだい？正直地味だろ。ちょっと地味ってば声が大きいって。内緒だって言ったろ。騒ぎになったらどうすんの。聖域に行く人はみんな八頭身で羽が生えてて、脇の下からもシャンプーの香りがするって。僕もね、こんな呪われた体から美しい姿に転生できるんだ。地味はこのままだと世界の滅びの巻き添えを食っちゃう。僕そんなの嫌だ。だから一緒に来て、聖域に行こう。 SP だからなんかじゃない。友達として。什么事？这132,000元ローンでいいよね。サークル入団者紹介割引が効いてるからよかったね。僕のおかげだよ。君は自分が何を言ってるのか分かってる？僕はチミのことを思えば幸せをお裾分けしたかっただけなのに。ご本尊に謝らなくっちゃ。一人者だ。チミのために僕エマージェンシー。僕は
みんなが寮にいるからかな。よし、コロちゃん、思い切り走ってきな。あのさ、変なこと聞くけど、明日って何の日か分かってるよね。さすがに一応用意しとくからさ。あ、気概に。だから時間あれば、その続きは明日ね。帰ってきたな。ってまたなんか拾ってきてるし、もしかして早めのクリスマスプレゼント。コロちゃん、どっか潜ったりした？鼻の頭汚いぞ。おいで、軽く洗ってから帰ろなんだ。还有两个学期吧。包，他应该会喜欢吧。もうちょっといいよね。こんな日は寮のみんなも遅いと思うし、
純平とかはまた男同士で騒いでるだけだと思うけど。って、そうじゃなくて、今日だけは一緒にいたいんだ。なんか寒くない？寒いよね。そっち行ってもいい？欲しいな、なんて。定例会は中止だそうです。その小田切さんって何かしちゃったんですか？さっき先生が来て小田切さんを職員室に呼び出したんです。先生なんかすごく怒ってたから。妙な意地を張るな。ヤツの名前を書きゃいいだけの話だろうが。彼は生徒会長が推薦した人物です。信頼できる男です。だから被疑者リストに記載しませんでした。深夜の街を徘徊していたのを目撃したヤツがいるんだぞ。お前の大嫌いな秩序を乱す素行不良の生徒だよな。その目撃談を疑うわけではありませんが、僕は彼を信じます。だから彼をリストには記載しません。小田切、お前はもう少し世当たり上手なやつだと思ったんだがな。あの話なかったことにしとくから。あ、聞いていたのか。結果的にそうなったかもしれないが、僕は本心を述べただけだ。よりによって君を疑うとは。あの教師、本当に教員採用試験をパスしたのか？安心してくれ。全校生徒を敵に回しても君は守る。君は守るか。我ながら悪くない。じゃあな。帰ったか。
尤加利的巧克力蛋糕，这个我必须我亲自吃，没有别的人不许吃，必须我吃，我只给自己吃，这种东西怎么能给别人呢？しばらく屋上には誰も来ないと思う。というか会長の権限でそうした。その初めての職権乱用というか、いやそんなことはどうでもよくてだな。出だしから何を言ってるんだ私は。要するにちゃんと話をしたいんだ。まずは私から謝らせてほしい。この間はすまなかった。そうか、ありがとう。あの男が君に迷惑をかけたこともそうだが、私が本当に謝りたいのはあの時の私の態度についてだ。あの時はそのあんなことを言い放っておきながら、こともあろうに私は走って逃げた。信じられない、この私が。すまない。気持ちを伝えたいって前から思っていたんだがな。それがまさかあんな往来で叫んでしまう羽目になるとは。からかわないでくれ。まさか自分があんなことを。君と関わりだしてから私は初めて尽くしなんだ。驚いて喜んで怒りに身を震わせ、何をしていても君のことばかり。こうなった以上私は自分の気持ちをはっきり伝える義務がある。私は君のことがす、好きです。
そうだ。そうか、残念だが、これですっきりしたよ。君は私に自由だと言った。そうありたいという気持ちになれた。この気持ちを押し殺したまま前に進むことはできないと。人の心を縛りつけることはできない。今の君の答えのように。ありがとう。君への思いがなければ霧城の名を言い訳に己に嘘を重ねて生きてしまうところだった。私が進むべき道はそんなことで務まることは甘くないはずだ。私はもう霧城満の名を束縛だなんて思わない。霧城満だからこそ私は君に出会えたんだからな。さて、君には感謝しかないが、もう一つ言わせてもらおうか。朝からろくに物が喉を通らず、ひどく空腹なんだが、これは君の責任だ。帰りに例のたこ焼きをたらふくごちそうしてくれ。顺平井我吃、我们俩也要吃。それくらいしてくれても、罰は当たらないだろ。五子也要吃、但是真的好吃。我搞得我今天晚上也想吃章鱼烧。想想我在大阪街头吃那章鱼烧有多好吃，我这辈子吃过最好吃的章鱼烧，好想再去吃。以后私は今天我们要去救人呢。そう。猫的190。素晴らしい。楽しみ。気配が。04211。それ。
Bitch, find a lesson. Hurry up, don't get me, she's in blue. Moment of truth, there ain't no truth. We only got one world, one love. But the battle goes on, shadows of mass destruction.身体防御，Yeah.
あのシャドウ手強そうだ。強い力を感じます。気をつけてください。ゆかりさんすごい。どうかしないんだから。ようこそベルベットルームへ。ペルソナの全書に登録なさいますか？登録いたしました。私、特別なペルソナをご所望。どのようなペルソナをご所望ですか？高五级就是可以创造，比如说这个是可以做的。こちらは強いペルソナ。まだ。这个就不行。こちらは強いペルソナです。亚巴顿。良い選択かと存じます。良い選択かと存じます。こちらは強いペルソナです。こちらのペルソナですね。どちらにいたしますかな。こちらのペルソナですね。必要どちらにいたしますかな。さて、探すといたしましょう。こちらは強いペルソナです。良い選択かと存じます。こちらは強いペルソナです。どちらを継承なさいますか？強大な力を授かって始まります。
甄嬛把戏兼任。这俩特大伤害，受けたまわりました。またの。三个空，个失踪者，算了，我主打。ご機嫌。気配が。9244。それ。行きますか。強い力を感じます。気をつけて。ナイス、いい調子。最搞笑，血厚的要死，但是弱点太弱，每个人都能给他上分，简直是耻辱，太搞笑。
調べてみましょうか。迷うな。頼む。そういえば190層。それあの食ったりトランプしたりで盛り上がるな。あそっ。おかえりな。ようこそベルベットルームへ。全書に登録なさ、登録いたしました。全書に登録なさいますか。さあ、さて、探すといたしましょう。少々過ぎた力か。现在合不了。黑暗天使。82了人家。我最多只能合到这儿。こちらは強いペルソナです。受けたまわりました。また。お疲れさ。あれ、純平くん？おう、ふうかちゃん。何してるの？こんなところで。まあちょっとな。最近よく来ちまうんだよここ。そのスケッチブックもしかして。ん？ああ、千鳥と初めて会ったのここなんだ。風花はなんでここに？家に帰ってたの。
最近ちょくちょく通ってるんだ。そっか。なんかさ、風花変わったよな。初めて寮に来た時と全然ちげえや。そうかな。前は正直ただ気が弱いって風だったけど、今は違ってるよ。うまく言えないけどさ。純平くんも変わったよ。ゆかりっちにも言われたけどさ、それでも俺全然自覚ねえや。この前だってやれ怖えとかあいつに当たり散らしたりとかみっともねえとこ見せたろ。そんなことない。でもマジ怖かったんだよ。冷静でもいられなかったしよ。うん。てか今だってやっぱ怖えな。情けねえ話だけど、こいつばっかりは怖えよ。怖いと思うのは逃げてないからだよ。誰だって同じ。恥ずかしいことじゃない。風花。でもね、だからこそ私みんなを絶対守りたい。本当は影時間だって普通に考えたらすっごい怖いことのはずでしょ。けど私たちはペルソナに目覚めて今こうしてる。この先どうなるかなんてまだ何も決まってないわけだし、今のこの思いに正直でいたいの。今の思いか。やっぱ優しいな風花は。行くかみんなで。うん。よく来たな。ど、待った。引き受けた。用は済んだのか。用は済んだのか。じゃあな。不安や痛みで眠れなかったことはある。だから大丈夫だと思ったんだけど、具合悪くしてちゃ世話ないね。
大丈夫だ。僕の限界は僕が知ってる。だましだましうまく付き合ってく方法もね。君に会えるかもしれないと思って出てきたんだ。別れの時間は少しだけ後に。この間優しい話が読みたいと話したね。だけど僕はこの世界にある星の数ほどのどんな話でも満足しないと思うんだ。僕の命が求めるものは誰かのために書かれた話では足りない。僕は相当にわがままなんだろうね。君とのことも同じさ。君は僕に会いに来る。そして僕のためにそばにいて、僕のために話す。僕のために有限の時間を使ってくれる。そうやって君は僕に贅沢をさせる。だから僕は君が好きだ。ごめん、気分が良くなって喋りすぎた。またここで会いたい。おかえりなさい。丸の怪我はくれよ。お前の答え決まったか？ああ、別に言わなくていいぜ。ただそろそろだなってだけの話でさ。昼間風花に会ってさ、強えよなあいつ。つか強くなったのかな。なんつうか背中を押された感じ。やっぱ女は強しってね。俺もってか。安心しろよ、お前の男気はみんなが認めてるって。てかまた変なもん加えてんな。どれどれ。おお、これはよくわかんねえからお前にパス。ほんじゃあったかい寮に帰りますか。日子一天天的逼近。暖炉桌到底是什么东西啊？暖炉桌是啥？我怎么从来没听说过？ねえねえ、もしかして？入会するはずの地味がしないって言い出すから、僕ご本尊に謝り倒してズボンの膝のとこに穴開いたし、
見てよ、僕激痩せしちゃったでしょ。あ、そうだ、そんなことはない。僕はね、寝起きでもハムカツいける。这个我也行，我一起来就可以吃任何东西。我没有说什么早餐就一定要清淡的习惯，我早餐可以吃很重的。早上我吃炸鸡也行，炸猪排也行，红烧肉也行。制服のズボンにいろんな白がついてるし、こっちの世界じゃね、僕は厄介者さ。死んだ双子の弟の代わりになれないから。他也想毁灭，所有人都想毁灭。じんわり体が光るから夜道も安心。な、な、美しいだろ。あ、因为这个才进步了。就这个原因。だからお願い、僕を見捨てないで。じゃあ今日は食べずに。ご本尊にまだ許してもらってないんだ。新規のサークル入団者も早く見つけないと。今の彼だ。頼まれてくれるね。いいっすよ。あんなのボクルだけで金もらえんなら。あ、生命も。ついでっつったらあれなんすけど。それに金欠のやつがいるんすよ。いいだろう、呼ぶといい。働いてくれれば謝礼は二人分だ。ん？おや、君は132,000円だろ。君と同じ手口で私の息子もやられたよ。とばっちりを受けたくなかったらもうあいつには近づかない方がいい。天天都在问我，他们每天都要问我一遍，决没决定好，决没决定好。我靠，你越问我越害怕，靠，别问了。熱い展開だぜ。少年漫画はこうでなくちゃな。猫看不见红色。Thank you.
新規サークル入団者ゲット、ノルマ達成、イエス。噂をすれば、え、好像在哪里见过。後ろのチミも入団するって、カ、カモがネギしゃってきた、カモネギ、イエス、イエス。騙す、チミ、何言ってるんだい、チンプンカンプンだよ、僕は助けてあげたいだけだ、僕みたいにこっちの世界で苦しんでる人を。チミみたいなイケメン君にはわからないんだ、僕らがどんだけこっちで苦しいかなんて。じゃ、邪魔するなら絶交するんだからな。あ、嗯，怎么回事 ？What？ 第一次见，我操，这啥？ついてこないでよ。サークル関係者以外立ち入り禁止だ。唯一一个这么搞的牌。Interesting。世界が滅亡するって、どっかの有名な宗教にあったな、そんなのは。もっともその宗教には寄進しろなんて概念なかったがね、財産を捨ててこいだな。有名どころの宗教の世界観の寄せ集め、インチキ宗教団体の典型だよ。僕を騙したんだな。君は騙されてたんだと言っても我々にじゃない、君が信じてるサークルってやつにさ。真相が分かれば少し気の毒な気もするが、どっちにしても君、少々悪ふざけが過ぎたよ。顔はやめておきたまえよ、殴った痕跡から足がつく。又转回来，音乐没播完呢，咔。付き合いきれんな。金のことはもういい。二度とうちの息子に近づくなよ。チビってやつ。
ビディアズ。おかえり。还有一天。私だけど、ちょっといい？おはよう。ねえ聞いて、アイギス今日帰ってくるんだって。ミツル先輩から聞いたの。傷ちゃんと治ったみたい。今日は夜になったらラウンジに集合ね。忘れないでよ。じゃね。と一個。慢点吃。ああ、すまん。癖なんだ、早食い。家では早く食わないと、兄弟におかずを取られるからな。お前のを取ったりしないぞ。ゆっくり食べてくれ。我ながら素晴らしい早食いだった。そうだ、聞いてくれ。俺は今度。対外試合の予定がある。ワンダイっていう一流の体育大のコーチが見学に来るって大騒ぎだ。わかるか？いいと見せれば推薦がもらえる。だろ？これで陸上が続けられる。俺は大学は諦めてた。大学に行く金なんてうちにはないからな。そこへ奨学金付きの推薦話。飛びつきたくなる気持ちもわかるだろう。俺は絶対に勝って大学へ行くな。これでお袋も楽になるよな。ああそうだよな。お前に言われると安心する。いつも思うんだ、親父さえ生きてればってな。親父がいれば兄弟たちが飯代で困ることなんてなかったろって。まあ愚痴言っててもしょうがないな。俺はとにかく推薦を狙うしかない。あ、鶏肉のセールが終わっちまう。今日は俺が夕飯当番なんだ。それじゃまたな。总算回来了，艾杰斯。ご心配をおかけしました。天哪，好久了。呀，よかった。丸一ヶ月だもんな。只感觉队里少个人。心配したぜ、マジ。也没人给我翻译狗语了。私も。听不懂。虎狼丸说啥。私は機械ですから、全損したとしても作り直せます。仮にすべてがなくなっても、アイギスという仕様は残りますから。
自分はそんな言い方しなくたって。完治にはもう一周と言われたんだが、無理を言って急いでもらった。明日は大晦日だからな。本当にご迷惑をかけてすみませんでした。ラボの方へはミツルさんが来てくれていました。あの夜のことは聞いてます。いろいろ大変だったみたいですね。お元気でしたかって。元気なはずないですよね、こんな状況じゃ。本当ですか？それなら少し安心しました。10年前のあの日、私あなたに。でも私があんなことしなければ、こんな辛い思いさせなくて済んだのに。涼次君が言ったこと、出された選択の答え、もう決めたんですか？お願いがあります。明日涼次君がやってきたら、彼の命を。皆さんがこの先ただ苦しみ続けるなんて、私耐えられない。こんな辛い記憶なら消す方を選んでほしい。たとえそれで今までの思い出や私のことを忘れたって。ちょ、アイギス、戻ってくるなり何の話を。本当だぜ、アイギスらしくねって。そんなのどうしたんだ、アイギス。私、何のためにここに帰ってきたんでしょう。シャドウから皆さんを守るのが私に与えられた務め。でも私じゃ勝てないことがはっきり分かりました。私どうしてここにいるんだろう。いくら皆さんを思っても涙を流すことさえできないのに。アイギス、どうして無駄と分かってて戦おうとするんです。どうして一つしかない命を苦しいだけの戦いに使ってしまうの。そんな命を投げ出すようなこと、私には全然わからない。投げ出す気なんてない。そんな気がないから先を見たくなるんだ。そうだろ。はい、わかりません。命を持たない私にそんなこと。そんな命がどうとか関係ねえよ。私はシャドウから人間を守れと命じられた機械です。でも私の力じゃその命令は果たせない。今の自分が何のためにいるのか私わからないの。でも誰も答えをくれなくて。そりゃ当然だ、生きる死ぬなんてのは人から教えてもらうもんじゃねえからな。誰だってなかなか決めらんねえんだ。オールオッケーなんて選択肢ねえからな。けど生きてる限りは何か選んでかなきゃなんねえ。だから同じに悩んで頑張ってるやつ見ると、なんとかしてやりたいって気になんだ。その気持ちで俺らはなんとか進めんだよ。全然まとまってねえけど、多分そんなもんだ。そんなもんですか。アイニスが一人で倒れてたの見たとき、私気持ちが痛いほど分かった。今度は私が守りたい。アイニスを忘れるなんて絶対できないよ。フーカさん、目的なんて誰でも見失う。だがそうなったらまた探せばいい。見つからなければ目的を変えたっていい。探すことを目的にしたっていいんだ。偉そうなことは言えないが、この1年で少しだけ分かった気がする。生きるとは変わるということさ。そして決めるのはいつだって自分自身だ。私も
変われるでしょうか。もう随分変わったさ。自分で気づかないのか。こうして話しているとまるで本当の人間だ。私に命じられた目的が今わかりました。私は生きろと命じられた機会、命じたのは私自身。怖くても生きてみよう。私は私と約束したから。やり方なんてわからないけど、それも多分生きることなんですね。そうです、きっと。破之力，贯穿属性特大声。私も皆さんの仲間に觉醒全員入れてもらえるでしょうか。进化的人格当たり前だろ。たく前からだっての。ありがとうございます。私はこれから何があっても皆さんと一緒です。たとえ何があっても。ん？私は そういえば、なあなあ、へえ、ねえねえ、そうか、ちょっと待って。来了，12月31日，除夕。いや、久しぶりだね。もうあと少しで0時、約束の時間だ。0時を過ぎたら僕はこの姿を失って君たちの触れられない存在になる。答えはもう出てるかい。僕は彼の部屋で0時になるまで待っていよう。どうするか決まったら来てほしいんだ。そうだ、伝えておかなきゃ。僕を殺すということへの抵抗感で選択を曲げる必要はない。
前にも言ったけど、僕はどの道消える存在だ。死への抵抗感は全くない。変な同情心は無用だよ。じゃあ待ってるから。決まってるだろう、答えは。そうか、みんなの考えを聞こう。聞かれるまでもない。もちろん決まってます。腹くくれてなきゃここ来てないっすよ。私も大丈夫です。僕ももう迷いはないです。私も自分で決めました。気持ちは同じだな。じゃあ頼んだぞ。いいな。やあ、この部屋でこんな風に二人で話すのしばらくぶりだね。もっともあの頃はこの姿じゃなかったし、名前も違ってたね。みんなは僕を生かすつもりらしいね。勝ち目のない戦いに命を懸けようとしてる。でも今ここにいるのは君だ。もう一度言っておくよ。僕を殺せばタルタロスと影時間と、そして君たちの戦いの記憶が消える。君たちは明日からごく普通の高校生として目を覚ます。そして何も知らないまま苦しむことなく滅びの瞬間までを過ごせるんだ。でも僕を生かせば避けられない死に怯え続けてその日を迎えることになる。ニクスは決して倒せない。戦うなんて無駄なことだ。迷っているかい？それとももう答えを見つけているのかな。僕の言うことうまく伝わらなかったかな。0時までまだ少しだけ時間があるね。君には見せたくなかったけど仕方ない。ご覧よ、僕は人間じゃない。僕はあくまでもこの世界に死をもたらすための存在。消すことにためらいを持つ必要なんてない。よく考えてほしい。ニュクスと対峙することが本当にみんなにとっての幸せなのかどうかを。世界には不就是封游戏封面上那个ことがある。君たちはそれを知らないんだ。記憶なんて曖昧なものさ。欠けたってすぐにそれが新しい現実になる。今はみんなを苦しみから救うべきじゃないかな。これは君にしかできない選択だよ。いいかい、本当にこれが最後だ。もう一度君の答えを聞こう。殺してくれ。何より僕は君が苦しむ姿を見たくない。だって君は僕の大切な人だから。残念だけど命は君たち自身のものだ。その使い方もね、君たちの選択に従うよ。みんなのところへ戻ろう。君たちにニュクスに会う方法を教える。君はそうするってどこかで思ってた。僕は君のことを
誰より知っているつもりだから。僕はきっとずっと君に会いたいと思ってたんだ。僕が望月良次として君と出会えた理由、ありえないことを叶える力って本当にあるのかもしれないね。きっと君や君たちの中にも。そうだ、これ君に持っていてほしい。ああいいねえか。今更だけど、なんかこんな気持ちになるなんて思ってもみなかった。このオルゴールが奏でる音、君は僕を思い出してくれるかな。さあ行こう、みんなが待ってる。黑色太陽さあよ、また会ったな領事。残念だけど君たちの選択だ。当然でしょ。当然か。ニュクスを止めるのは不可能なのにね。行くだけ行くさ、全てはそこからだ。不可能と言ってるのはお前だけだしな。今の時点で可能性がなくても別にいい。分かったよ。もうすぐ0時だ。時間がないから手短に話そう。これからニュクスに会う方法を教えるよ。場所はタルタロスの頂上だ。約束の日にあの塔の頂上にたどり着けばいい。約束の日って？明日から数えてちょうど1ヶ月、2010年1月31日、タルタロスにニュクスが降りる世界の終わる日だ。最終通牒。1ヶ月、世界終わる日。タルタロスとは闇の夜空へとうがたれた巨大な大穴、ニュクスを導く目印。宣告者が現れることでニュクスは全てが整ったことを知り、そこへと降り立つ。そして滅びは訪れる。だから滅びの塔か。とにかく頂上へたどり着けばニュクスと戦えるんだな。そう。でもいいかい、これから始まる日々は君たちにとって無限の絶望との戦いになる。前にも言ったけど、ニュクスは決して倒せない。ニュクスと直に向かい合った時、それがなぜだか絶対的にわかるだろう。君たちはそこで自分が何に立ち向かおうとしていたのかを思い知ることになる。覚悟の上さ、そう何度も言わなくていい。1ヶ月後の1月31日だね。覚えておくよ。じゃあ僕は先に行くよ。君たちとはこの姿であるうちに別れたいから。涼次くん。おお。アイギス、ごめん。君にもひどく辛い思いをさせてしまった。私忘れませんから。あなたは敵であり、そして友達だったこと。アイギス、ありがとう。こんな風に会えるのはもうこれが最後だと思う。でも君たちのことはずっと見ているよ。それじゃあさよなら。良いお年をって言うんでしょ、年の瀬はさ。じゃあね。あいつ。1ヶ月後の1月31日か。行こう、みんなで。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たら、ここに愚者の力はその才能を開かれたり。
今こそ我ら汝に与え、愚者の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。这是我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝審判のペルソナを生み出せした時、我らさらなる力の祝福を与え、尼克斯讨伐队。2010年，おはようございます。明けましておめでとうございます。怎么感觉画面变了？为什么色彩变淡了？整个教室，整个这个地方饱和度都低了，是为什么？今年もよろしくな。コロもおめでとうな。あっべー、すっかり寝坊だよ。なんであんなの見ちゃったかな。イタリアかなんかのゾンビの映画見ました？見るか、そんなもの。あの、皆さんはお参りとか行かないんですか？神社ならロードワークでよろしい。それで十分だ。俺もそういうのいいや、めんどくさいだけだし。ゆかりさんたちはもう行ってますけどね。みつるさんが全員分の晴れ着を用意してたみたいですよ。着物ね。俺っちちょっとコンビニ。おい待て。あ？初詣に行く気か？そういうのはいいんじゃないのか。やだな。いや、ちょっと散歩してくるだけっすよ。まあ暇だしな。たまには付き合おう。あ、僕も行きます。なんだ、結局みんな行きたいんじゃないっすか。場所は？あ、聞いてます。よし。搞了半天，这四个人，你们。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく。っていうか遅かったね。もう帰ろうかって言ってたのに。たこ焼き。ゆかりっち。な、何？明けましておめでとう。どうした？いいよね。キリジョウ先輩、すげえいいっす。なんだこれ。わあ、なんだこの気持ち。おい。明けましておめでとうございます。皆さん、私和服って本当に着たことなくて、帯とか曲がっちゃってないですか？ふうか、お前いいよ。なんかこういいよ。面白い構成の服ですね。ちょっと動きづらいですけど。あ、アイちゃん、和とのギャップがまたこうね。そうですか。なんでしょうこの感情。よかった。いいよな、お正月ってさ。
なんか純平さん変ですよ。いやー、正月早々いいもん見れたっすねえ真田さん。ん？まあ、それより寒くないんですか？まあ正直ちょい寒いけど、その方が気が引き締まるっていうか。いえ、そうじゃなくて、入ってないって純平さんが言ってたから。什么叫真空？啥意思？入ってない？え？浜田君にいいトークしてるわね。他意思是里面没穿衣服是这意思吗？里面没有。そろそろか。そうか。真空。どうも。正月にこういうの着ると気が引き締まるよね。帯も締まってちょっと苦しいけど。もうバカ純平、何を言ったと思えば。でもさ、こういうのもたまにはいいよね。とにかく前向きに頑張ろう。音乐真好听。一切岁月静好的时候，还有一个月，一切都要结束。おみくじを引いたら大吉が出ました。きっといい結果になりますよね。な、俺言ってねえよ。てか作んなよお前、ありがちにさ。え？だって寄ってって。うまいでー。94个。这不至于。また来てな。おいおい。になりますようにって普通だけど、でも素直にそう思えたから。私もだ。偽らざる今の気持ちだ。みんな同じか。しかし神頼みってわけじゃない。大丈夫、私たちなら必ずできるさ。うん、私たちなら。じゃあ戻りましょうか。もしもし。为什么这个宿舍的颜色完全变了？为什么宿舍里面这个色调完全变得如此低饱和度了？这是发生了什么？カルタロスの奥から閉ざされ、念のためでは。难道离毁灭每近一段时间都会更就失去了色彩感觉？人都没事，场景失去了色彩。あの、はい。
よし。是的，这是最后的时刻。だろ？いいな。我们不再是特别课外活动部了，我们是尼克斯讨伐队。1月31号，世界的周末。也是最终的塔尔塔洛斯的阶段。素晴らしい。楽しみに。依頼を受けていたあなたは。猎杀者。我见过，我被他暴揍，我被猎杀者暴打。お待ちしております。それで。时间就是金钱。能不能给我翻译狗语？总算有。我的三个队，我传统的三个队，三个队友，就是尤加利、顺平和埃杰斯，两个是最初的队友，当然要带。埃杰斯因为人家是手办也是他，典藏版封面也是他，最重要的角色之一，所以就带这三个常规组合。换场景了，最顶层。每个反应非常强。最终决战。看情况，
準備中です。もう少し時間がかかるか。やってみせます。ペルソナ発動。この相手の解析を進めますか。ここは違った。それ挡吧。干得漂亮，兄弟。倒せましたね。宝箱ですね。開けてみましょう。这地方是真迷宫啊。这个鬼地方比之前那些海米还更难看清路。超特大声！
这靠，顺平又给我来两道，这下你他妈的给我买两盒章鱼小丸子，对不起，我把他给，哼，操，那没事，我们都这样，去死吧。太帅了，我靠，这 Aegis 这第二个招也太帅了，不行了， Holy shit。 さて次行かない、珍しいシャドウがいます。反应就是操，还好，What the fuck， 该死玩意，天哪，我的天哪，啊，解除防根本就别想打，没有啊，问题在于万能，要么万能，先带两个人，把他们两个换上去，这样能让他们升级。今天先到这儿，明天再继续，拜拜。